旭川治水ダムは、秋田県秋田市、一級河川、小物川水系旭川に建設されたダムである。秋田県が管理する都道府県営ダムで、旭川と小物川下流の治水を目的に建設された治水専用ダム。高さ51.5メートルの重力式、コンクリートダムで1972年に完成した。建設に際して、 国庫補助が出る補助治水ダムとしては第1号である。ダムによって形成された人造湖は人し別湖と命名された。旭川は標高1170メートルの太平山を水源とし、大小の沢を合わせてむね南西に流路を取り、小物川の旧流路である旧小物川に交流して、日本海に注ぐ流路延長26.3キロメートル流域面積74。 に平方キロメートルの中規模河川である。流域には県と秋田市があり、市の中央部を貫流する都市河川でもある。ダムは旭川と戸沢が合流する直下流に建設された。1602年、関ヶ原の戦いで西軍に加担した戸賀により、日立水戸から秋田へ転放された佐竹義信は旭川の下流に久保田城を築造し、本拠地とした。 これ以降、城下町として発展していった秋田市は、旭川を水源として利用し、明治時代には、藤倉水源地を建設して、上水道の供給を図った。このように旭川は、秋田市の水亀として、大いに利用されていたが、一方では、古くより、暴れ川としても知られており、たびたび、秋田市を洪水被害に合わせてきた。特に戦中、戦後の一時期、 旭川上流部は秋田杉の一大主産地であったことから、戦争用資材、あるいは戦後の復興用資材として盛んに利用されていたために乱抜が進み、副作用として森林の保水力低下を招いた。大量の砂礫が流出し、一旦大雨が降ればそれは土石流として一挙に秋田市外に押し寄せ、甚大な被害をもたらしていた。 戦後では1951年、1955年、1957年と数年周期で洪水が発生し、家屋の損壊や田畑の流出などの被害が発生している。これに対して、旭川を管理する秋田県では、堤防の建設を中心にした河川改修を実施していたが、秋田市街地の拡大によって、堤防を新規に建設することが次第に困難に、 なっていった。特に市中心部では道路拡幅のため堤防を削っており被害を深刻にさせていた。一方で旭川は通常の河川流量が決して多くないため沿岸にある農地は安定した水の確保に困ることがしばしばであった。さらに秋田市街地が次第に拡大するにつれ下水道整備の遅れなどもあって旭川は 下流部において特に水質汚濁が進行していった。こうした農業用水の確保や水質汚濁の改善も急務であった。秋田県は旭川河川改修の抜本的解決が必要であると考え、旭川の上流部にダムを建設して、秋田市の治水安全度を高めようとした。さらにダムの放流水を利用して、旭川沿岸の農地へ用水を補給し、 水質を抱く改善もダムによって賄おうとした。こうして1967年朝日川総合開発事業の根幹事業として朝日川治水ダムの建設計画を発表した。この当時ダム事業を統括する建設省は都道府県が施行する多目的ダムに対して言っていた国庫補助を治水を主目的とする治水ダムにも応用する方針を立てた。これが 補助地水ダム事業であり朝日川ー水ダムの計画が発表された同年に施行された。朝日川ー水ダムはこの補助地水ダム事業の第一号として建設省より指定を受け国庫補助を受けることになった。そして翌1968年より本格的な工事に着手し1972年に完成、運用を開始した。右岸側から見た浅塚ア水ダム。 朝日川治水ダムは総工費25億円で完成したが、治水ダムとしては完成しているものでは比較的規模の大きいダムであった。高さ51.5メートルに対して長さが380.0メートルあり、数あるダムの中では極めて横に長いダムの一つである。洪水吐きの位置が左岸側に極端に偏っているのも外見上の特徴である。また、 両岸の停滞が折れ曲がっている。建設中に、コンクリートの原材料である骨材を洗浄した後に、出る排水を、従来のダムではそのまま河川に放流していたために、漁業などへ影響を及ぼす事例が多かった。だが、旭川地水ダムにおいては、環境保護の観点から、排水を薬品で再処理して繰り返し骨材洗浄に、利用するリサイクルを行った。 現在では普通に行われている排水リサイクルであるが事例としては朝日川地水ダムが初期のものである目的は洪水調節と不特定利水である洪水調節では朝日川の計画後水流量毎秒710トンを毎秒290トンカットし秋田市外で毎秒420トンに抑えるダム完成以後秋田市内における 旭川の水害は著しく軽減した。不特定利水については、秋田市内にある579.5ヘクタールの機械混農地に対して、環境水利県分の農業用水を補給する。また、河川維持放流によって、旭川の河川流量を一定に保ち、合わせて水質汚濁を軽減する目的を持っている。ひとし別湖。右側から旭川の本流が、 左側から土沢が合流する。ダム湖である人し別湖は多目的ダムや発電専用ダムなどに比べて湖面の水位が低い。これは地水ダムの性格上、洪水を計画に沿って大量に貯水することが目的であり、上水道や水力発電に利用する貯水が不要であるため、通常の状態でも水位を低く設定していることによる。 人し別湖が満水になるのは豪雨の時だけである。環境省による2007年度水質調査の結果、全国181水域の故障の中で人し別湖が4番目に良好な水質とされた。ダム建設地は人し別の集落よりも上流側であるため、家屋などの水没は生じなかった。人し別森林鉄道の配線跡が一部水没したため、 路盤を再利用した秋田県道401号、有和人別自転車道線は、ダムの前後で付け開示を通っている。停滞場には、徒歩での立ち入りは可能だが、一般車両の侵入は許可されていない。左岸では、管理事務所の駐車場、右岸では、ダム公園の駐車場を利用する。東部丘陵には、中世の遺跡である、戸沢屋方跡がある。ありがとうございます。